幸せなプロレスラー人生だ俺は。キャリア32年を超えてここでまたこんな人と出会える、こんな幸せなプロレス人生ねえよな。そして俺はまたこの全日本という舞台で勝ち残ることができた。これはいろんな意味で俺にとって今奇跡なんだよ。ただこの奇跡はずっとまだまだ続いていく。奇跡はたった一回じゃないから、何回起きたって何回やったってずっと頑張ることもそれも奇跡だと思ってる。必ず優勝するぞ、いっちょつまがろう。一瞬記憶が飛んで気づいたら負けてました。ただ悔しいな、小島聡って言ったら世界一のラリアットを使えてるでしょ。俺がラリアットで勝てば俺が世界一のラリアットの使い手になったんじゃねえのか。そう悔しい、けどいい経験になった。阿部さんとのね、ボードターンと決勝対決は叶いませんでしたが、これからねまだまだ我々どんどんプロレス界をかき回していきますよ。何写真撮ってんだこの野郎、何写真撮ってんだこの野郎。ラリアットで挑むのもお前っぽかった。ダメだった、負け方も良かった。負けた、ちょっと強すぎた。結構っぽかった